辰岡すぐると申します。ウォーレス&ミューロンというお店で働きながらバイヤーもやらせていただいてます。僕は今23歳なんですけど、服飾の学校を卒業した時からもともとスタイリスト学科だったんですけど、なんか徐々にやっぱバイヤーになりたいなっていう気持ちが増していって、で今のお店で働いて、でなんでバイヤーになれたかっていうと、今のお店の働かれてる方の、年齢層がちょっと僕より二回りぐらい上なので、若い意見も欲しいのも多分あると思うんですけど、オーナーにすごくアピールしてたんです。こういうブランドどうですかみたいな感じで言っていったら、じゃあ行ってみるかみたいな感じで、ありがたいことにバイヤーをやらせ、バイヤーアシスタントですけどまだ全然やらせてもらってます。去年の、秋冬からなので4シーズンぐらいですかね。はい、アポイントは事前に取ってます。今取り扱ってるブランドに関しては、あと新規で初めて見たいブランドも事前にアポイント取ってますけど、実際パリの街とか歩いて、このショールームめっちゃ気になるなっていうのがあれば、おそらく相当ビッグメゾンじゃない限り何かを、英語とかで喋ったら入れるかなと思います。名刺をお渡しして、それこそ去年の秋冬のパリなんですけど、ロンドンショールームっていうショールームがあるんですけど、ロンドンのブランドだけ集めた、そこで初めて見たデビュー したてのオマール・アフリディがあって、それに出会いました。それで初めて取り扱って、意外とありがたいんですけど、オーナーと意見がすごく合うので、一緒に見てて、このブランド気になるよねみたいな話になって、ちょっと本気で見出して取引させていただいた感じですね。展示会とかパリに行く前のシーズンになると、1ヶ月前ぐらいから僕はずっと目新しいブランドを探すんです。インスタなり雑誌なり見て、でそれで僕なりに引っかかったブランドをプレゼンしたりとか、僕が身になってるか分かんないですけど、心がけているのは先見新聞を毎日読むっていうのと、あと大手の流れとかをちゃんと毎日見るっていうのは今ずっと心がけてはいます。会社自身がもともと購読してて、オーナーもずっと読んでたんで、じゃあ僕も読ませてくださいっていうことで、なんでやったかっていうと、20代の方々って多分雑誌は読みますけど、専門の先見新聞読んでる人は本当一部だと思って、差になればいいなって思ってずっと読んでます。コレクションの時期になると毎日乗ります。このブランドはなんだろうみたいな感じで僕はちょっと多分運がいい方なんですよ、すごく。たまたま働いてたピザ屋さんで、その今働いてるオーナーが食べに来てて、で、休憩、そのピザ屋さんの休憩時間に行ったお店がその今のお店 でそこですごい仲良くなって、でよかったらうち来ないみたいな感じで、ずっと買ってたんで顔も知れてたんで、そういう縁があったんですけど、単純に自分に自信を持つって言ったらすごくかっこつけなんですけど、自分に自信持って自分のやりたいスタイルを貫いたらいいんじゃないかなと思いますね。本当にファッション業界で働きたいのであれば、やっぱりある程度の勉強はいるのかなという感じはします。トーコレは、ヘンリックが初めて東京でやった時に行きました。やっぱりパリでは建物自体がすごいかっこいいところでコレクションが行われてるんで、
まあ、そのブランドの世界観とかが直で伝わったりとか、意外にコレクションに出てるものはその後のショールームに並ばないんやなっていうのも初めて分かったりとかしました。やっぱ商用になんか作ってるみたいで、商売とかそういうので作ってるみたいで、実際販売はしてないみたいな感じで言われるのが多いです。もう全然違いますねやっぱまあパリは建物がすごい芸術的なので、歩くだけですごく楽しいです、散歩とか。まあ大阪は大阪で、まあ外国の方から見たらこの街がごちゃごちゃしてる感じがすごいいいんだと思うんですけど、まあ、パリはやっぱり僕はパリの方がやっぱり好きですね思います。いつもやっぱりこの街で育った人の感性は日本人じゃかなわないんだろうなっていうのはすごく思います。スタイルを確立してる人ですかね。やっぱり今思い当たる中では、僕が入る前にもともと働かれてたスタッフさんがおられるんですけど、僕その方が今んとこやっぱりすっごいかっこいいなって思ってます。なんか合わせ方がプロというか、すごい早くて、例えばその、まあ、ダットスニーカー入る前からそのスラックスと合わせて履いてたりとか、まあそれこそ知識豊富なんですけど、そんな前面に出してないくて、なんかもうスタイルからオーラが溢れ出てるような方だったので、やっぱすごいかっこいいなって毎回思いますね。でなんか伝わってますこれうん、足元ですかね僕は足元見ます。パンツの太さとか、どれぐらいの丈感とか、あこういう履き方もある、パンツの履き方もあるんやとか、そういうのをちょっと見ちゃいます僕は。このスラックスにこの靴合わせるんやとか、ちょっとそういうのも影響しちゃう、僕は影響されるのでそういうのを見ちゃいます。なんか皆さんに聞かれるんですけど、趣味がなくて本当に服が好きなんで、趣味という趣味はないんですけど、まあ休日にファッション雑誌買って読んだりとか、ネットでいろいろ調べたりとか、あと先見新聞読んだりとか、もう本当に服以外の趣味はほぼほぼ音楽も無知なのでほぼほぼないです。グランフロントにある1階にあるジョンブルさんのドレサージュジョンブルだと思うんですけど、ちょっとはっきりとした正式名称わかんないですけど、そこによく行きますね。あのセレクトとかの組み合わせがまあ個人的にすごい好きで、まあ、ヘドメイナーがあったりとか、ルメールがあったりとか、マルニがあったりとか、まあ、ニコラス・デイリーがあったりとか、まあ、主にドレッシーなブランドなんですけど、あえてオーバーサイズのヘドメイナーをピックルしたりとか、なんかまあその辺がすごい面白いなって思ってよく行きます。まあ、やっぱり自分に顧客さんがついたりとか、もともと服に興味なかった方が、まあ、僕のお店を通じて服好きになってくれたりとかしてくれたら、やっぱりすごいやりがいは感じますね。まあ、あと自分が仕入れたブランドが売れてくれたら、やっぱりハッピーな気持ちになります。僕は今充実してますね、すごい楽しいです。まあ、服が好きなことは大前提として、服がもう少しでも嫌になったら多分この業界は多分本当続かないと思うので、僕の職種というか今やってることだけで言うと、まあバイヤーさんになりたいのであれば、おそらく大手行くよりかは個人でやられている方のところに就職して、まあそれこそ下積みというしていって、後に任せてもらえるような
ポジションまで持っていくのが僕は一番早いかなって思います。実際僕もそうだったので。